体の調子が悪くなってちょっと腰を痛めたもんです。それから座ってできる仕事ということで今の仕事を始めたんです。 作業工程は最初鉄地を磨き上げて、それに小さい鏨を使って刻みを入れます。それが布目と言います。その布目の中に金銀を打ち込んでいくわけです。で、柄をつけていくです。それが肥後象嵌の布目象嵌という工程ですね。 始まりはもうその武士の装飾品、つばとか鉄砲の鉄の品物ですね。それから始まったわけです。一般的なやつは早いんですが、ちょっと時間かかる品物は1月2月、下手すれば3ヶ月4ヶ月長くなっていきます。 予定はないですね。自分からしてみたいという方があれば面倒見るかもしれませんけども、そういうところです。